皆さんこんにちは、おっさんの棒読みニュースです。今回は韓国が開発中の KF-21 に搭載するための長距離空対地バンカーバスターミサイル韓国型タウルスについて、国内開発でうまくいくのだろうかってニュースを紹介するね。なんかよくわからない展開になっていて、国内開発を決定し、主管事業者を国防科学研究所 ADD から LIGNEX-1 に移管したのに、ADD に主管事業者を戻すとか、海外メーカーとの共同開発になるなんて話が未だに出てきているみたい。9月にムン大統領も参観して発射試験を行い、見事標的に命中、なんて映像も公開して、開発成功間違いなしなんて言っていたのに、なんだか雲行きが怪しくなっているみたいだよ。それじゃ、ニュースを確認していきましょう。KF-21 に使われる、毒針ミサイル。国内開発に成功するか。空対地ミサイルのない兵器体系、KF-21、が出てくれば、相当の期間にわたって問題が発生するため、その部分も一緒に検討する。先月12日の国会国防委員会による防衛事業庁国政監査で、監査に出席した韓運保防衛事業庁長は、韓国型戦闘機、KF-21 の地上攻撃能力問題に対する質疑にこのように答えた。官庁長が述べたのは、KF-21 に搭載される長距離空対地ミサイルだ。国防科学研究所、ADD、が LIGNEX-1 と共に研究開発を進めており、9月15日にムンジェイン大統領が参加して実施されたミサイル試験発射で姿を現した。一見すると長距離空対地ミサイル開発は大きな問題がないように見える。しかし、長距離空対地ミサイル開発をめぐる懸念は依然として残っている。開発主導権変わるか。ADD の役割論。第 4.5 世代戦闘機である KF-21 の戦略的打撃能力は、長距離空対地ミサイルに集約されている。F-15 系に使われるタウルスミサイルのように、500km 以上離れた地上標的を破壊可能なミサイルを KF-21 が備えるなら、戦略的次元での抑止力の確保が可能だ。政府と軍は、長距離空対地ミサイルを国内で開発する方針を立て、2016年から ADD 主導で研究開発が行われてきた。研究開発中のシステムの研究主体の変更に慎重な議論が出ていた昨年6月、防衛事業庁は研究開発の主導権を ADD から民間企業に転換する案を提示した。これにより、韓国型垂直発射システムに、軽魚雷性能改良、130mm 誘導ロケット、長距離空対地ミサイル開発は、メーカーによる主管事業に変更された。その後、軽魚雷性能改良と韓国型垂直発射システムに、130mm 誘導ロケット事業は、ADD によるフォローアップが行われたが、長距離空対地ミサイルについてはそのような手続きが行われていない。これと関連して、長距離空対地ミサイル開発主管機関が ADD に変更される可能性が、政府と防衛産業界、軍内外から出ている。ADD より技術力が不足している民間企業が開発を主導する場合、開発期間の延長やコストの増加を懸念する声が絶えない。一部企業からは、システム開発以後のミサイル量産が保証されるべきだ、という主張も出ている。また、9月の ADD によるミサイル試験発射当時、長距離空対地ミサイルが地上標的に命中する姿が公開されたことが影響したという声もある。これに対して政府関係者は、まだ決まったことはない、とだけ明らかにした。防衛産業界は政府と軍の動きを注視している。ADD が開発を主導しても、研究開発の成果を確認するために必要な試作品は、防衛産業企業が製造する可能性が高い。実際に KF-21 に搭載される多機能位相配列、AESA、レーダーは、ADD が開発したが、試作機の製作はハンファシステムズが引き受けた。
長距離空対地ミサイル試作品の製造を引き受けることとなれば、少なくとも5000億ウォン規模と評価される量産事業受注競争で、優位に立つことができる基盤を築くことになる。戦闘機に搭載するミサイルを生産する企業は、世界市場での信頼性向上の効果も期待できる。政府の意思決定に業界の関心が集まる理由を推測することができる部分だ。独自開発か共同開発か、損得は？長距離空対地ミサイルの開発方式については、独自開発と共同開発方式が議論されている。長距離空対地ミサイルを2028年までに開発することが現在の目標だ。ミサイルを搭載する KF-21 は、基本的な任務遂行が可能なブロック1が、2026から2028年に生産され、空対地能力が追加されたブロック2が、2028から2032年に生産される。長距離空対地ミサイル開発は、2026から2028年の KF-21 ブロック2への搭載を念頭に、システム開発と追加武装試験が行われる。来年にシステム開発に着手すると仮定しても4年以内にミサイルを作り、2年で KF-21 とミサイルをシステム統合するプロセスを経なければならない。非常に厳しい日程であるわけだ。米国が長距離空対地ミサイル、チェズムを作るのに13年、ドイツがタウルス開発に14年かかったという点を挙げて懸念の声が出ている。革新技術の開発も変数となる。長距離空対地ミサイルは、遠距離を飛んで標的を破壊する高いレベルの兵器である。数メートルを超える厚さを持つコンクリートバンカー内部にある目標物を破壊し、必要に応じて地下施設を打撃しなければならない。そのためには強化コンクリートや地下施設を貫く弾頭と、シーカー、探索機、技術が必須だ。最大6メートル厚の強化コンクリートを貫く威力を持つタウルスミサイルは、弾頭が貫通弾頭と浸透弾頭で構成されている。地下施設物を攻撃する際、貫通弾頭を爆発させ浸透弾頭を地表面下に浸透させる。信管が地下施設の空間を認識すると浸透弾頭の爆発を遅らせる。その後破壊する地点で浸透弾頭を正確に爆発させる。ミサイルが標的に接近する過程で選択すべき下降角度や速度などの技術も難題だ。角度や速度に誤差が発生すると、強化コンクリートを貫通することができなくなるからだ。最適な下降角度と速度を達成するための技術を得るためには、相当なレベルの試験発射が行われなければならない。しかし、長距離空対地ミサイル試験発射のための国内の技術的基盤がどの程度の水準なのか、不足している部分を補完するのに必要な時間がどれくらいになるかは未知数だ。これと関連して ADD の一部では、100% 独自開発するのであれば、2030年代になってから開発が完了する可能性を排除できない、と懸念していることが分かった。懸念が現実になると、KF-21 量産終了時点で長距離空対地ミサイル開発が完了するわけだ。これまでの開発日程でも KF-21 の戦力化を、相当機関戦闘機にミサイルを搭載できないという指摘まで考慮すれば、問題を早急に解消する必要性が高まる。海外企業とのパートナーシップを通じて試行錯誤を減らし、試験評価や対空認証などに関するノウハウを習得しなければならないという指摘が提起される。このような状況を見たドイツタウルスシステムズは韓国に共同開発を提案している。F-15 系で運用するタウルスミサイルより射程と破壊力を高めながら、サイズを縮小したタウルス系 APD-350 系2がそれだ。1990年代の末、スウェーデンのグリペン戦闘機への搭載の可能性を確認するため、タウルスミサイルの小型化研究を行ったタウルスシステムズは、タウルス系 APD-350 系2の研究開発を進め、国内の防衛産業や研究所などと共同開発を議論できる段階に達している。防衛産業界では、開発期
間短縮の可否が最大の変数になると見ている。海外企業との共同開発を通じて技術的課題を迅速に解決すれば、KF21 の戦力化に支障をきたすリスクを下げることができる。海外との共同開発を通じてミサイル開発完了時点をどれだけ早めることができるかによって、パートナーシップの有無も影響を受けるという見通しが出てくる。一部からは、開発及び量産費が8000億ウォンを超える、長距離空対地ミサイル事業自体に疑問が提起されている。費用対効果が懸念されているのだ。このような問題は長距離空対地ミサイル事業の公式名称である。KF21 用タウルス級長距離空対地ミサイル開発によく現れている。名称からわかるように、長距離空対地ミサイルは KF21 以外の F-15K や F-35A などでは使用が難しい。大量生産が容易でない理由だ。現在の基準でミサイルの生産予定数量は200余発。一発あたりの単価がタウルスよりはるかに高い。FA-50 搭載のために推進中の中距離空対地ミサイル事業まで加えれば、コストはさらに上昇する可能性がある。これに関してヨーロッパ諸国の先行事例が注目を集めている。英国のストームシャドウは英国空軍のトーネード戦闘機、フランスのスカルプはラファール戦闘機のみで運用されている。ミサイルと戦闘機間のシステム統合が難しく、ソフトウェアをはじめとする関連技術が多様なプラットフォームに適用可能な汎用技術でない点が、ミサイルユーザー拡大の障害になっているとの評価だ。一方、タウルスはドイツ空軍のトーネードとタイフーン戦闘機、スペイン空軍のタイフーンと FA-18 戦闘機、韓国空軍の F-15K で運用されている。米国製とヨーロッパ製の戦闘機のいずれでも運用が可能だ。韓国も KF-21 の他に多様なプラットフォームで運用可能な、長距離空対地ミサイルの開発を検討しなければならず、このために関連経験を備えた海外パートナーを探すべきだという指摘が出ている。来年上半期に予定された軍当局の最終決定に関心が集まる理由だ。ってことで、9月にエンジンもシーカーもついていないミサイルが、見事に標的に命中したうさんくささ満点の韓国の長距離空対地ミサイル。国内開発で進めていくものと思っていたら、国内開発か海外との共同開発かの決定は、来年上半期だってことなのに驚いたよ。国内開発で決定して、ADD 主管の開発事業を民間に移すことになったってことで、ADD では開発しきれないと思って責任逃れに民間に移したんだと思っていたら、開発を ADD に戻すって話になんてなっているみたいだし、未だに国内開発か海外との共同開発かも決定していないなんて、どういうことなのかな？公開されたミサイルにエンジンは搭載されていないし、シーカーが搭載されているであろう箇所は黒塗りになっているだけなので、JDAM に翼をつけたような動力もシーカーもない、GPS 誘導爆弾の KGGB を大型にしたようなものだったんじゃないのかな？知らんけど。最後まで見てくれてどうもありがとう。高評価、チャンネル登録お願いします。